こんにちは、アロマデラです。今回はアーモンドパウダーとクレイを入れた石鹸を作ります。アーモンドパウダーはヨーロッパのオーガニックコスメなどの洗顔料として使われていて、優しくお肌の汚れを落とします。クレイもマイルドにお肌の汚れを落として肌を柔軟に滑らかにしてくれます。この右側の石鹸はお菓子作り用に売られているアーモンドプードル、アーモンドの茶色い薄皮を取ってパウダーにしたものですね。それとクレイのカオリンを入れて作ったもので、クリーム色でうっすら粒が見える石鹸です。左の方は生アーモンドをミルでパウダー状にしたものと、ブリーチングクレイとも言われる吸着力や漂白する働きのあるクレイ、フラーズアースを入れたものです。ちょっと見た目がこんにゃくみたいですが、今回はこちらを作ります。材料はピュアオリーブオイル 250g、 ココナッツオイル 250g、 ひまし油、キャスターオイルですね 50g、 ステアリン酸 20g、 化成ソーダ 81g、 精製水 194g、 好みのアロマ精油50から100滴、生アーモンド20から 30g、 アーモンドプードルなら大さじ3くらい、フラーズアース大さじ2、今回はパーム油を入れずに作っているので、使っていると少し柔らかくなりますが、肌当たりが優しく洗い上がりもしっとりしています。さらに保湿力の高いひまし油も入れています。生アーモンドがない場合は普通のアーモンドでもいいですが、塩や油のついていないものを選んでください。なお、化成ソーダやオイルの入手方法や、使用する器具類の説明は過去の動画、ハンドメイドソープマーブル石鹸の作り方で、お話ししていますので、そちらをご覧ください。ではまずアーモンドをミルでパウダー状にします。そしてザルでふるいにかけ、粗いものを取ります。次に手袋、メガネ、マスクなどをしてから、精製水の中に化成ソーダを入れて混ぜ溶かします。この時一気に水の温度が上がって蒸気が出ますので、換気をしながら十分気をつけて行ってください。そしてこれが40から50度ぐらいになるまで冷まします。今回はお鍋を弱火にかけて作ります。ココナッツオイルの中にステアリン酸を入れて溶かします。ステアリン酸が溶けたら火を止めて、そこへオリーブオイルとひまし油を入れます。そしてこちらも40から50度になるまで冷まします。両方の温度が整ったら合わせていきます。化成ソーダ水の方をきっちり蓋をして、少しずつオイルの中に垂らしていきます。その間絶え間なくかき混ぜます。全部入ったらさらに10分から15分ぐらいかき混ぜ続けてください。
気温にもよりますが、これはトレースが出るのがちょっと早いと思いますので、これも10分ぐらい混ぜているともう出てきましたので、ちょっと油断して放置しとかないように気をつけてくださいね。ではこの中からお玉に1杯分ぐらい取って、そこへクレイを入れます。そしてクレイがダマにならないようによくかき混ぜます。しっかり混ざったら鍋に戻します。そこへ粉末にしたアーモンドも入れます。そして全てをよく混ぜます。最後に好みのアロマ精油を入れて混ぜます。そして型に入れます。これは牛乳パックで作った型です。牛乳パックの型の作り方は、私の過去の動画、チョコレート石鹸の動画で、冒頭で紹介していますので、よければご覧ください。そしてトントントンとして、紐などで形が崩れないように、真ん中がちょっと膨らみやすいので、紐などでこういう感じで縛って、そして保温します。そして温かいところに丸1日24時間ぐらい置いておいてください。1日経ったら保温から取り出して、そして乾燥させて固めます。しっかり固まったら型から外します。そして日の当たらない風通しの良いところに置いて乾燥させます。1ヶ月半くらい置いたら出来上がりです。このアーモンドの粒がザラザラして痛いというようなことはありませんので、ご安心ください。ですのでゴマージュのような効果は特にありません。洗い上がりが突っ張らず潤いを残す石鹸です。よかったら作ってみてくださいね。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。